債の保有構造から言えることは、まあもともと誘致を民営化っていうのはアメリカの要求です。これは1994年から第一年次要望書っていうのをずっと来てたんです。これはね、オバマになってから来てないそうです。2009年から来てないそうです。私がある方から外務省に聞いてもらったんですけど、ただある政治家の方は、いや表に出ないだけでこそこそ裏でやってんじゃないかということを言ってられた方はいらっしゃいます。ただ来てないんです。ただこれは歴史としては外交文書です。歴史としてはアメリカから日本への外交文書です。ですからアメリカ、日本のアメリカ大使館はホームページにずっと出てました。最初は英語に出た、その後もうその後はずっと日本語に出てます。で日本に出して、ところが不思議なことに日本の政府がそれを公にしないんですよ。国会で竹中さんはもう調べくれてました。さすがに麻生さんになってからはあるということは認めました。それからあの時は中曽根博文、外務大臣でしたね。あの方ははっきり認めて、いやそんなの来ているのは日本だけでしょうということもおっしゃってました。ちゃんと僕は本に書きましたけど、これも議事録取って確認した上で書いた。テレビ見てて、あなるほどそうかと思ったんですから、こういう僕は事実に基づかないことは書いたり言いませんから、全てきちっとして確認した上のことを言って、事実に基づいてことを言ってますけど、それでしかもそれを最も旗を振ったのはゴールドマン・サックスであることは事実です。ですからじゃあなぜそうなのかというとですね、でゴールドマン・サックスの、トップの人が財務大臣になりましたよね、アメリカはね。だからアメリカ、特に共和党はそれ投資銀行の人たちの利害というものを、財務長官にまでなるんだから相当反映していることはこれは事実でしょう。ですから結局ね、どういうことかというとね、それを分析をしてきますとね、まさに日本の国債の大体、あざって今資料に出てるのは800兆ありますけど、その3分の1は誘致を持ってるんですよ。誘致担保生命がね。でそのお金が、あざって今では240兆ぐらいありますけど、このお金というものはアメリカの債務ですね。アメリカの財政構造を分析してみると分かりますけど、それでアメリカの場合は、アメリカの債務構造を安定化させたいんですよ。安定化させたいために結局は安定調達先を求めてるんですね。で日本に対しても随分いろんな形で求めていることも、事実じゃないかと思います。これは亀井静香さんがこれ新聞で読んだんですけどね、アメリカ行った時に、日本はアメリカの国債はそれは買ってあげるよと、余裕があったら買ってあげるよ、ただ表からちゃんと言ってきてくれよとこういうふうにおっしゃった、新聞に出てましたね。その通りなんですよ。私自身もだからさっき申し上げたように、反米でも何でもないけど、ちゃんと表から言ってきてね、余裕があれば買う、嫌だったらない場合は断る、場合によったら売るというぐらいのね、そういうスタンスをきちっと持つべきじゃない。それでもし郵政民営化であれ完全に 100% 外資のものになればね、それでなれば金、の期日が来ますでしょ。今年だけで100兆来るんですよ。だからあれは去年の暮れに株式保有の郵貯銀行と担保生命の株を市場に放出するの、今年の2010年から放出し始めるはずだったんですよ。それを加速しようなんて動きがあったんですよ。でその幹事行はゴールドマン・サックスだって決まってたんですね。これはこの前あれ大塚副大臣が言ってられましたか、間違いない。だからそういうような状況だったのを去年の12月に、その連立政権できちっと株の売却をストップしたということで、これ本当にね、国家の絶大な危機がねストップされたんだと思います。だからこれからの大きな問題はやっぱりそこです。それでじゃあこれからどうなっていくかというとね、私はもちろん今の新しい、改革法案ね、一応この前、審議未了になりましたし、だけども臨時国会では新しい一からやり直すということは確約取ってますし、事実 その方向だろうと思いますよ。これもだってあれですから、衆議院の大多数取った時のちゃんと共通政策に入ってるんだから。それでしかもあの案は民主党案なんですよ。よくあれ国民新党なんだっていう人いますし、新聞なんか勉強なんか書いてますけど、とんでもない民主党案なんですよ。総務省の、原口さんなんですよね。そうそう、原口案だし、民主党でね、大塚副大臣の下で10回以上ね検討会をずっとやってられて、議事録はだいぶ私読んでます、もらったりして。それで実にそれ見て思うことは、民主党の内部からね、いや政府包囲が 100% したらどうだとか、いや2分の1以上いるんじゃないか、3分の1では最低いるんだとか、いろいろ意見が分かれてね、もうかなりの人が2分の1以上持ったらっていう意見もあるんです。で何が問題かっていうと、
実は民主党が変わってきてるんですよ。その変わり方は生活が第一から変わったんですよ。つまり2005年の9月の時に岡田克也さんの時にはあの自民党のね、ああいう竹中案に対してその郵政民営化についてはね、民主党は出してたんですよ。あの時には例えばあのゆうちょ銀行のね、あの限度はあの今1000万の500万にしようとかね、漢方生命はまあむしろ市場に売ってもいいんじゃないかという意見すら出てたと思うんですよ。ところがその民主党がガラッと変わったのは生活が第一なんですよ。ということで生活が第一ならばそういうお金をね、まず国内に使わなきゃいけないじゃない。あ、なるほど、そうだ。それからもう一つは郵政のネットワークというのはまさに社会地盤なんですよ。都会の皆さんは、まあ、あの実感ないしは地方の方もたくさんいらしてるからね、あると思いますけど、本当にそうですから。大体メガバンクだと大手銀行は地方からどんどんどん引き上げていくでしょ。地方行きますとね、新金とか新組さんでもね、どんどん引き上げてますよ。店はしょうがないですよ、再三あのプライベートの銀行なんだからね。だけどもゆうちょだけはきちっと置かなきゃいけない。そうするとそういうことがね、まさに分かってきたんですね。これ自身民主党が変わったんですよ。民主党が、それでそういう案を出てきた。だから確かこういうことがありましたね。あの案が今年のあれは、あの案が出たら4月末ですね。4月末に出たら、そしたらそのまあ、これは新聞出たことですからお名前出しますけど、仙石さんとか前原さんとかそういう方々がね、特に仙石さんなんか、いやおかしいじゃないかって言ったんですよね。そしたらその後ね、亀井さんがね、いや仙石は西遅れてんじゃないかと新聞に出てました。これそれで僕はあ、なるほどと、西遅れと思ったのは2005年の時の案はそうだったんですよ。ところが生活が第一で一回変わったんですよ。これね、それで2007年の7月29日で勝ったんですよ、民主党が。それから今度新しく出てきた。だから2週遅れじゃないかっていう、亀井さんにはズバリ当たってる。それはまあ民主党の人が言ってましたよ、そのメンバーの人が。まさに2週遅れね、本当。だから民主党の案をあの人たちは反映してなかったんですよ。だからそれが結果的にはその後、まあ閣僚懇談なんか言いましたけど、閣僚懇談会でも誰一人反対出なかったでしょ。それはどうもそのなんか週明けだったですよね、月曜か火曜日だったでしょ。なんかあの選挙区なんか帰ったら、お前たちね、民主党はね、こんなね生活の大事っていうのはね、どうしてこんなもんね、あんたあんなこと言うんだって言われたそうですよ、あそこの発言された人は、人の誰かが。それは聞いた話ですけど、ですから結局ここで言いたいことは、じゃあ民法はどうなるかっていうと、あそこのお金をね、我々国民のために使おうってことですよ。まず地方の開発ね、開拓、それでは財政投資だとかなんか言って悪いって言うけど、決してそんなこと悪くはないんですよ。いいものちゃんとしていけば。そうでしょ、ハブ空港だってないんだから。それから地方だってハブ港湾なんかないんですよ。釜山なんかもうガンガン栄えてますよ、ね、福岡なんてもうしゃべれちゃってる。だからそういうものをちゃんとしていく。だから民間投資出ますか。それ出ないでしょ、デフレで。誰も出ようとしない。カラニアブチシは余ってんだけどね、出そうともできないんですよ。だからそれは民間が金を出す。同時に出し方としてもね、リスクの半分を官が取って、あとは民が取るんだとかね、そういうような意識判断をしていけばできる。だからそういう社会基盤をきちっと構築、再構築しようということはない。だからものすごいこれはね、日本の大きなプラスになりますよ。だから今日菅さんがこういうことをおっしゃったんですね。まあ、社会的今ね、社会保障っていうものを充実していきたい。で充実をちゃんとしていけば、それは結局自然的にね、まあ、国民で生活豊かになって税収も上がってくるんです。その通りなんです。これいいことをおっしゃってですよ、菅さんはね。同時にこの考え方は陣野直彦さんっていう方がいるでしょ。分かち合いの経済学ってお読みになりましたかし、岩波新書。まあ別に宣伝するわけじゃありません。僕は陣野さんがよく知った存じ上げてます。これとってもいい本です。まあいずれにしてもね、そういう形でね、結局民主党っていうのは生活が第一からかなり理念が変わってきてるんですよ。でそういうことをマスコミが新聞なんかに出てくるのは正しく伝えようとしない、理解してないのか理解できないのか、意図的にしてないのか分かりません私は。だけどもそういうことを伝えようとしないっていうことが現実なんですね。これが非常に大きな、まあ、国民に対してマイナスだ。ただ、まあ、地方へ参りますとね、まあ、みんなそういうこと分かってますから、まあと思いますけども、しかし、まあ、民主党の中でもね、やっぱり勝ってそういう案を出した方の何人かはいらっしゃると思いますから、いろいろそういう意見をおっしゃることは何でしょう。しかし
もう大多数はね、そういうことは分かっておられるんじゃないですか。分かってないから選挙勝てませんよ。私はそう思ってます。